こんにちは、動画ファンの成田です。今回は Facebook でちょっと使える便利な裏技をご案内したいと思います。Facebook ログインをして、まずトップページ開いていただくとこういった表示が開くと思います。皆さんそれぞれ違うかと思うんですけれども、ここの真ん中の部分、ニュースフィードと呼ばれる部分ですね。ここに自分の、お友達、仲のいい方の投稿があると、ここにこうずらずらっと表示がされているんですけれども、このニュースフィード、この左側の名前の下のこの一番上ですね、ニュースフィードとあるこの三角クリックすると、通常はハイライトにチェックが入っていると思います。ハイライトは、ご自分が交流しているお友達、仲のいい方、お友達の方の、投稿でアクティブに動いている投稿がどんどんこう上の方に表示がされていきます。これを最新情報にしていただくと、時間の新しい順に投稿が入れ替わります。こんな風にハイライトと最新情報と、並べ替えることができるんですけれども、仲のいい方の投稿がこのたくさんのニュースフィードに埋もれてしまって、未読のまんま見過ごしちゃってるなんていうことがあるのではないでしょうか。この見過ごしてしまった、未読の投稿だけを表示させるという方法になります。その方法がこのアドレスバーのところですね。ここに、URL を入力していただくようになります。というのが、この facebook.com の後ろにまずスラッシュを入力します。そしてフィードと入力をしてもう一回スラッシュ、そしてミスドと入れてアンダーバーの、ストーリーズと入力をしてください。未読のフィードを表示しますという URL になります。この URL を入力したらエンターをクリックしてください。そうすると未読のおすすめ記事というふうになりまして、まだ読んでいない未読の記事が一覧で表示がされました。このように未読だけをまとめて表示させることができますので、まだ読んでいない仲のいいお友達でニュースフィードに埋もれてしまって、投稿に気がつかないなんていう場合もこちらで見つけることができて、便利かと思います。このように読んでいない未読の投稿だけをまとめて確認ができるので非常に便利だと思います。よろしければお試しになってみてください。それでは以上となります。最後までありがとうございました。